皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは転んだら何かを拾って立ち上がるということについてお伝えしてみたいと思います。人生ですね、何かうまくいかないことっていうのはあったり、つまずいたり、場合によっては失敗してやり直しをしたりっていうことって絶対あると思うんですよ。で、その時にですね、気持ちの問題なんですけれども、転んだら何かを拾って立ち上がる、だからそれこそ草を掴んで立ち上がるとかっていうのもねあるかと思うんですけれども、転ぶっていうのはそこで何か気づきが必要だから転ぶんですよね。で、その時にじゃあ例えばね、本当に現実的に転んだとしたとしますよね。で、何かを拾うっていうのは現実的に本当に何かを拾うってことじゃないにしても、例えば私実際に前に自分で転んだことがあるんですけど、つまずいちゃったんですよね。ちょっとした段差にで転んで、すりむいちゃったわけですよ。で、その時に何個かね思った対策があります。まずですね、小さな段差につまずくようなちょっとゴムみたいな、スリッポンみたいなサンダルだったんで、あ、これってこういう場所でつまずきやすい靴なんだと思って、外出時はそういう靴を控えようってまず思いました。あと、転んじゃったっていうことに対して、少し筋力が低下しているなと、転ばないで持ちこたえることもできたかもしれないですね。だから、少し最近運動不足だったな、やっぱりすぐにね姿勢を立ち直らせることができるように腹筋とか背筋鍛えよう、ジムにまたちゃんと通うとかね、少し体が衰えてるかもしれないとかね思ったりとかで、あとすりむいたわけですよ。で、その時に歩く場所とかね、着てる服にもよるんでしょうけれども、ジーンズみたいなね、そういうものを履いていればこの時は大丈夫だったかもしれないで、毎回だからってそういうあれじゃないんですけどね。だから、その防ぐことができることっていうのと、ダメージをどれだけ少なくできるかっていうことをその時考えました。靴ですね、多分一番良くなかったのは、そこが引っかかっちゃったから転んだっていうのがありますけれどもね。なので、要は転んでも何かを拾って立ち上がるっていうのは、その次へのステップにするっていう、そこから学びを得るみたいな、そんなイメージが拾って立ち上がるっていう言葉のイメージです。だから、何かにねつまずくのは全然いいんですよ。失敗のない人生なんてないから。ただ失敗を失敗と感じないっていう考え方ももちろんあるんですけどね。そう思うと、何か気づきがあるから自分にとってあんまりよろしくない、アンラッキーなことが大体起きるようになってますので、その時に気づくで、気づかないとまた、ね、同じようなことが起きちゃうんですよ。防衛策をしないから。なので、何かね転んだ時には、これは何かの気づきなのかっていうことで、次回じゃあそうしないためにはどうしたらいいかっていうのを考えて立ち上がるっていうのは必要かなと思います。これビジネスだけじゃなくて、日常生活とかあらゆるシーンで使える考え方なので、ぜひそのあたりをですね、つっかえた時とか辛いことにあった時には、ここから何か教訓学べないかと思って立ち上がるっていうのはおすすめの生き方です。はい、ぜひやってみてください。それでは。